喋ったりこうちょっと歌ったりもするので管楽器吹くのでマスクちょっと取ってますけどシールドもつけてここに全部貼ってありますので、ね、昨日も一昨日か前も来てこうチェックさせていただいて一緒に、ね、作らせて作っていただいて本当にすごいなと思っております。お正月楽しかった方おめでらっしゃらないですか、ね、紅白歌合戦とか覚えられましたか、ね、あんまりお正月のでもお笑い番組とか少し見られましたね、予選みたいなね、なんかいろいろ新しいのもあったし、じゃあ今日が最初のなんていうんでしょう、こういう生での寄席というんでしょうか、そんな感じですか。ちょっとエコー下げますね。もしもし、このぐらい大丈夫ですか。はい、スピードさんです。では、ちょっとジャズと言いながら映画音楽でヘンリー・マンシーニさんっていうね、すごいあの天才ですね、書かれた。でニューヨークの、まあ、高級娼婦のお話でございますが、オードリー・ヘプバーンさんね、あのティファニーっていう宝石屋さんの前で、まあ、銀座の和光みたいなところですね、でコッペパンをかじってるっていう場面から始まる、ね、コッペパンって言わないで長いな、フランスパンみたいなね、そこから始まるっていう、でわけわかんない日本人も出てきたりね、アパートで、そういう曲です。月の川、ね、天体に日本もロマンがあります。ムーンリバーお送りしましょう。Thank you.
lullaby. I promise you this time, someday. Oh, dream maker, your heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's a such a lot of war to see. After the same rainbow sea, waiting on the bay, my huckleberry friend, river, I'm me. つまり、薄い気持ちですね。しょうがないから下伸ばしたりしてるんで、まとまらないんで、ね、ちょっともう一回床へ行けようって感じですよね。すみません。皆さんもね、お元気で、本当に。67に12月になったんですよ。だからここにもっと通ったら本当はいいんですけど、なかなかちょっと、ちょっと敷居が高いというのか、なかなか、あそこまで行っちゃいけませんけどね。また勉強していきたいと思っております。渡辺匠、コンタクトです。大重千恵子ピアノで、中野上高田小学校出身で、誠やって化粧品を一応母がやってました。今もそこで音楽教室やっております。勝秀夫です。どうぞよろしくお願いいたします。今の曲はご存知でしたか ね。じゃあもう一曲ちょっと、これなら知ってるのなんていうわけじゃないんですけど、センチメンタルジャーニーっていう曲ですね。でこれ、まあ、失恋して、7時の汽車に乗っていくぜみたいな、そう、女性っぽく歌うのが本当にいいんじゃないかなって思うんですよ。男がこれやるとちょっとなんか結構なっちゃうよね。ちょっとね、女性ならおっしゃまた新しい旅だ。これ1944年というか昭和19年にできてるんですね、あの戦争中にね。ああいう時にこんな曲ができるっていう国民性とかね、あれあれちょっとね、打てや勝て打ちてしまうなってやつだもんね。我々って私じゃないですけど、まあそういうわけでちょっと文化の度合いが違うんだなと思いました。ではお送りしましょう。センチメンタルジョイ。
Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew all memory. Got my back, I got my reservation. Spent each time I could afford. Like a child in eyes of anticipation. Long to hear that all aboard. Seven, that's the time we live at. Seven, I'll be waiting up for heaven. Counting every mile of railroad track that take me back. Never thought heart could be so yearning. Why did I decide to walk? Gotta take this sentimental journey. Sentimental journey home. Sentimental journey home. Sentimental journey home. ありがとうございました。さん、今回何回かやらせていただいたのは、よくギターとかパーカッションで聴いたものですから、コントラバスが入って間近に聴いていただくっていうのは、ね、なかなかない。オーケストラでも遠いですもんね、普通ね。ちょっとご紹介をお願いします。ベースの渡辺匠と申します。